一回だけ遠くに行こうと思って、うん、猪苗代を目指したんですよ、うん、郡山からですね、うん、自転車で、うん、ふとあれ猪苗代自転車で行けるんじゃねと思ってインターネットで調べると郡山から自転車2時間ぐらい、あ、そんなもん、まあ、2時に出たとして2時間、まあ、4時に現地着、そこでまあ1時間ぐらいブラブラして、うん、まあ、5時に出たとして7時には家に帰れる、うんうん、お、行けると思って、うん、その思いのまま自転車を走らせたんですよ、うん、走らせた、走らせました、行けた、着いた、残念ながら、どこ行った、どうした、残念ながらどうした、いや一生懸命漕いだんですよ、青い看板見ながら猪苗代を、青い看板、はい、あ、もうすぐもうすぐと思ってずっと漕いでて、まあ、田んぼが開けたんですよね、コンビニに寄ってふと地図を見たんですよ、そしたら、まあ、1時間ぐらい漕いだんですけど、うん、全然進めなくて、え、49号線を行った、はい、磐梯熱海温泉は通った、磐梯熱海温泉は通ってないです、そう、地図だと磐梯熱海の磐梯温泉の前、手前ぐらいですかね、それで1時間1時間かかりました、で、ギブアップ、ギブアップしました、なんかもう1時間超えたのにと思って、いや、なんかさ、もうさ、はい、もうすぐそこまで来たんだけど、はい、自転車が壊れちゃったとか、はい、もう足がこれ以上動かないのね、だったら分かるけど、はい、磐梯熱海にもついていない、はい、全然多分まだね、はい、手前、はい、その感じだと、それで無念、それ全然無念じゃないわ無念じゃないです、僕にとってはもう、無念いやえ、だって海外行くんでしょ、はい、好きで行きます、その辺はアクティブに体を動かすんですけどね、行ってよ猪苗代まで近場になるとなんか行かなかったですね、いつか、いつか、はい、近未来にしてよ近い将来にいつか、うん、そうですね、近い将来、じゃあ、まあ、来月中には、梅雨だよ暑いよ、いやもうそれでも僕はもう行きますこれ下手れと思われたくないんで行きます、あの福島のいいところまだわからないものいっぱいあると思うから、はい、ぜひあの教えてもらって、あ、確かに、はい、おすすめスポットとか、はい、そういうところに行ってみたら、そうですね、それいいですね、僕が下手れじゃない僕がいろんなところに、うん、教えていただいたところに、うん、行きます、うん、さあ、はい、そんな水上くんなんですけど、はいはい、実は、はい、あの KFB でお話の時間という YouTube のチャンネルがありまして、はい、そこで絵本とか昔話とかを、読み聞かせしているんです、はい、で、溝江くんがで今日ね、録音したの ね、先ほど録音して、はいはい、猪俣さんの指導を受けながらしっかりと録音させていただきました、これからいろいろとこう、はい、絵と合わせて編集してより素敵になってアップされる予定ですので、ぜひあの溝江くんのデビュー作、はい、デビュー読み、なんだろう、デビュー朗読はい、ぜひあの、はい、見ていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ぜひ見てください、僕からも、あの私事なんですけれども、現在あの第2子を妊娠しておりまして、うん、6月の半ばからお休みをしばらくいただくことになりました。なんかもう溝江くんを見てると本当子供に教えてるかのような猫母性を、はい、母心で、はいはい、やってました。ぜひあのこれからどんどんいろんなところで活躍すると思いますので、はい、溝江くんを末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして猪俣もまた戻ってきた時に、はい、ここでそうですね、お話、はい、できたらいいなと思いますので、はい、忘れないでください。じゃあ皆さんまた会いましょう